鎮玉とは、将棋の対局において、王将の位置が、通常の戦術の位置ではなく、珍気な位置に置かれているもので、特に棋戦ではあまり見かけない珍しい戦術を呼ぶ。特に自陣と呼ばれる、相手の駒が入るとなることができる。位置、自分から盤面を見て三段より高い位置に玉を、配する中段玉などが知られる。無敵囲いや、 藤井システムなど威力のまま戦う戦術なども、威力は避けようという格言から見ると先方はチンではあるが、チ玉との解釈はされない。右玉や左玉自体は、王妃接近すべからずという格言に反している。典型的な悪型であるという意味ではチンではあるが、変化無限の将棋ではしばしばこの金を犯す寄付も現れる。三段目に位置することになる玉自体は、 天守閣美野などもあって必ずしも珍奇ではない。三段玉での場合は以下のものが知られる。1955年の第4回 NHK 杯選手権、花村元寺八段 VS 大野源十八段戦で先手花村の戦型が知られる王妃接近かつ三段玉で通常銀賞や桂馬など攻め駒が来る位置に玉が来る非常に珍奇な戦法として知られる。 山川 VS 萩原戦では、相掛かりの新旧対抗、カニカリ型から、後手の萩原は、右玉管理から、図のように玉を囲うが、本局のように桂馬の跳ねる場所へ玉を囲う。七三金型は皆無と言ってよく、一手で玉の姿を、くらますということで雲隠れ玉と名付けた名付け親である、加藤二郎は、この戦型を、忍者流の囲いと呼んでいる。形成判断として、 草案者の萩原は、自分の有利さを信じていたが、山川の方は、びっくりしたが刺されてみると、敵比の横利きが強く、こちらの攻めを全部消されていて困ったとし、先手が不利と見ていた。ただし肝心の勝負の方は5五歩同歩同角から、後手は8六歩同歩8五歩の次歩を狙うが、7七桂6五桂の順が決まり、先手の勝利となる。五に対して、 後手が五四銀などと防ぐと、今度は次不攻めを利用する八五桂ツが生じてしまった。結局後手の有利と言っても形勢は微差だったとされる。松田 VS 大戦線は縦ふどり模様からの図のようになったもの。後手の大戦は時の名人。名人までが七三玉と囲い、これを最善と見ているのである。当時の感染期にも、さすがの松田も瞬間自分の目を疑い。 観戦記者に、名人にもあるまじき、大立ちだと書いてくださいと頼んだという。なお、大戦は、その後1981年にも、この陳型を用いている。この戦型のメリットは、弾を、戦いの中心からできる限り遠ざけることと、記者の横利きを攻防に効かすことの2点と見られるが、大戦の場合は、相手松田陣の壁銀8、運八、八銀をとがめる向きも、 あるのではとされた。肝心の勝負の方は、途中、松田の攻守によって、大戦の裁きが封じられたが、終盤松田に失着が生じ、チンダマ、先方側の勝利となる。ありがとうございます。